宇宙の帝王フリーザに絶対の忠誠を誓ったザーボン。だがドラゴンボールの存在が彼の秘めたる欲望を増幅させる。かつて考えもしなかったフリーザの恐怖支配からの脱却、そして己の美しき肉体を永遠のものとする夢、美の追求に際限はない。それがザーボンの運命を変える。ゴハンとクリリンの思わぬ反撃に手こずるドドリアのもとにザーボンが駆けつける。ドドリア、ゴミども相手に何を手こずっている？だがよ、こいつら思った以上にやりやがるんだ。貴様ら地球人だ、ここへ何しに来た？誰がお前なんかに。こうなったらやるぞ、ごはん。はい。ザーボンとドドリアの二人が相手ではクリリンとゴハンには勝ち目はなかった。二人は捕らえられ厳しい尋問を受けることになる。おいハゲ頭、ベジータはどこだ？人やらを探ればわかるのだろう。それは素直に吐かねえと坊主がもっと痛い目に遭うぜ。分かったよ、探ってみる。こうしてクリリンの気を探知する能力を利用し裏切り者ベジータの捜索を開始するのだった。
しろ。なぜここが？残念だったな、ベジータ。地球人のおかげで先手を取ることができた。観念しやがれ、猿野郎め。貴様ら、いつまでもフリーザの言うなりか。ドラゴンボールさえあれば、貴様ら雑魚でも天下が取れるってのによ。俺たちが天下を。えい、黙れ。やるぞ、ドトリア。
やったな、ザーボン。これで全てのドラゴンボールが集まったぜ。ドドリア、悪いがお前にはここで死んでもらう。ああ、なんだって。永遠の美しさを手に入れるため。てめえまさか。なんてやつだ。これでフリーザの持つドラゴンボールを合わせれば7つ全て揃う。永遠の若さは私の、この美しい顔が、肉体が永遠に。どうするんだよお前。お前じゃフリーザには勝てないぞ。そろそろ奴らが動き出す頃だ。その混乱に乗じて私がドラゴンボールをいただく。
何？兄クーラが、このナメック星？はい、どうやら密通者からドラゴンボールのことを知り、フリーザ様に謀反の動きありと。おのれ、フロウシは誰にも渡しませんよ。こうなれば戦うしかないようですね。フリーザ様、クーラ様がお呼びです。直ちに出頭するようにと。私の邪魔はさせませんよ。ザーボンさん、やっておしまいなさい。はっ。お待たせしましたね。やるぞ。粉々にしてあげましょう。フリーザ様、これからいかがいたしましょう。クーラと戦うには戦力が必要です。直ちにギニュー特戦隊を呼び戻しなさい。はお前はサウサー。ザーバー、クーラ様が送られた兵が戻らんが、フリーザ様が始末なされた。私はクーラ様にお知らせしようと。ザーボン、てめえ。おのれフリーザめ、裏切り者の私を始末しようと。なんだと。やはりフリーザ様の謀反は本当だったのか。裏切りは許さねえ。
に。あっ、うわっ、はい、いきますよ。これで終わりだ。これで終わりにしましょう。サウザー、フリーザはクーラ様と戦うつもりだ。分かった。だがお前はどうする？私はフリーザの動向を探り、動きが。喋るな、生物め。私の鼻が曲がるではないか。なんだと？俺が一番気にしてることを。だが、どうやら貴様一匹のようだな。なんだってんだよ。これで終わりにしましょう。
ロドリアという貴様という果てしなく醜すぎる生き物だ。私より美しいものは許せんが、醜いものも許せん。我ながら素晴らしい作戦。運命は私を中心に動いた。